令和6年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会7月28日から8月1日福岡東平尾公園博多の森陸上競技場陸上インターハイ2日目となった29日女子1500メートルにドルーリーシュエリ選手岡山津山高校2年が出場しましたドルーリー選手は 昨夏のインターハイで、この種目3位。8月末にペルーで開催される U20 世界選手権の代表にも選出されています。午後3時35分スタートとなったこの日の決勝も気温が高く、暑さ対策でホースによる散水が行われる場面もありました。前日の予選では、4分20秒60でグミトップ通過を果たしたドルーリー選手。 レースは序盤、岡山勢が引っ張り、津山高校のドルーリー選手、倉敷高校2年、ジャネット・ジェプコエチ選手や、工場館高校1年の南原サラムトニ選手らがしのぎを削る展開に、ドルーリー選手は、留学生選手ら相手に先頭集団で積極的なレースを進めますが、足がぶつかったりして、中盤からリズムが崩れてしまって、 思うような走りができなかった、と、中盤から交代。その後も巻き返せず、11位に終わりました。翌日の30日には800メートル予選にも出場予定のドルーリー選手は、しっかり気持ちを切り替えて頑張りたい、と前を向きました。